遊ぶだけでこうやってこの中で、うん、あとこうやって食べて置けば OK。 そう、これでよし、これでいいんですよ、これで完璧、素晴らしい。じゃあやっていきますか。こちらの部屋でね、早速実践していきたいと思います。はい、エアシップで絶対勝てる方法、インポスター編、いくぞお前ら、いくぞ、戦いはもう始まってるんだよ。劇団一人定期、俺のこと言ってる、もしかして俺のこと言ってます。あーごめんね、うん、自分で突っ込むの、俺のこと言ってますだからごめんね。なんか俺の動画全部否定された気するな。まあいいや、とりあえず始めてください、お願いします。俺も頑張るんで。はい、挨拶だけしとくか。よろしく、よろしくね。さあ、それじゃあエアシップでインポスター絶対に勝てる必殺技、皆さんに教えていきたいと思います。じゃあまずはインポスターを引くところからいきます。インポスター、来い来い来い、引いたインポスター。はい、まずインポスターを引きますとですね、とりあえず適当な場所に着弾いたします。着弾してまず目指すべきところは、簡単、このねシャワー室の上の方からこう適当に行ったところに、このコーナー、こちらのコーナーにね、これトイレがあるんですね。トイレがね、このように、はい、こうやってね、これを使うことで開けることができるんですけど、このトイレの中の一つに潜みます。潜めねえじゃねえか、おい待て待て待て、一人死んでる、早えな、死ぬの、ちょ待て、誰、待て待て待て、早くない、めちゃくちゃ早えぞこれ。左展望、左の方は見てないからちょっとわかんないな。多分この感じはクックってやつがやってくれたのかな。さっき封印されし者の右足くんは一緒にいたから、まあ黙っとこう、とりあえず。じゃあこのようにですね、愚民どもがね頑張って推理している間に、皆さんに作戦を教えていきたいと思います。はい、作戦はめちゃくちゃ簡単で、インポスターになったらまず先ほどお見せしたトイレコーナー、4つあるトイレコーナーのうち1つにこもります。はい、でこもった後にそこのトイレコーナーに入ってきたやつを食べて、そこに貯めていくということなんですね。はい、まあトイレなんてね、なかなかこう開けるものじゃないから、まあみんなが開けないトイレの中でちゃんと縛いて殺して放置しておけば誰にも見つからないというわけですよ。はい、そして、まあ、この作戦のいいところは、何せね、俺もこれするの初めてだから、このトイレ巣ごもり作戦が、トイレ巣ごもり作戦が果たして本当に有効かどうか、みんなで試していきたいと思います。さあやっていきましょう。スキップ。うわ、めちゃくちゃ怪しまれてんじゃん。どうした相棒。マスクしてんのにな。お前ちゃんとコロナ禍であることを自覚して、ちゃんとマスクまでしてるのに。はい、それじゃあやっていきたいと思います。じゃあまず作戦通りね、この中に入ります。はい。入っておいて、ここで、向こうにいたやついるな。そう、こうやって、このように一緒に入って、逃げんな逃げんな、待って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 。で、まあ、暇なので、暇なので、サボタージュして遊んでおくと。ここにね。うん。このトイレの中にいるうちはもうめちゃくちゃ暇だから、そうそう、ちゃんと閉めて、ここで待機。待機でいいんです。何せ、することは簡単で。待機して、こうやってね、もう遊ぶだけで、こうやって、この中で。うん。あとこうやって食べて置けば OK。 そう、これでよし、これでいいんですよ、これで完璧、素晴らしい、もう完璧すぎる作戦。これで俺はずっとここに待機しておけば絶対にバレない、絶対にバレない、絶対にバレねえぞ俺は。絶対、でもバレるかもしれないな、ちょっとやめよう。ここキッキルしたから、この後こっちに移動し、ここにいる、ここに行こう、ここに、ここで、ここで待っとこう、ここで待っとけ、一緒、こうして誰か来るのを待つと。よし、思ったけど、あれトイレこれ閉まんないの、これ閉めてよ、閉めて閉めて、よしよしよし、そうそう、閉めておいて、まあ、誰か来たら瞬時に食う。もう完璧すぎる作戦、やばすぎ、もうこんないい作戦ないよ。で別に俺がここにいるからといってインポスターをサボってるわけではない。あ、どこ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 、誰か見つかった、3人も殺されている、うち1人はまあ俺が食ったんだけど、さあどこで見つかったんでしょうかね。まあ多分見つかってないよ、トイレは見つかんないよな。ほら、青がシャワーで死んでるじゃん。俺はさっき赤をトイレで殺したんだけど、トイレは見つかってないんだよな。赤はリアクターの時のキル、違うんだよな、リアクターする前にもう食べちゃったんですよね。いただきます、ありがとうございました。はい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 、最終トイレ、このように自分が最後トイレにいるということをちゃんと示しておき、誰が何をしているかわからないとという主張をしておけば OK。 白に聞きたいんだけど、ほうほう、俺かい、なんだい、どうしたんだいオレンジ、何か俺に聞きたいことでもあるのかい。何でも答えてやるよ。どうした、白以外トイレに誰がいた。
全部開けてないから分かんないけど左から2つは誰もいなかったよと、このように曖昧な証言をすることによって、まあ正当性をねちゃんと示していくわけですよ。あら、シロはなんと悪いことを何もしてないよと。最終トイレの人全員手挙げて、おいおいどうしたどうした、取り仕切ってよ、取り仕切ってきたね、どうした、まあ俺はトイレにいたから手挙げといてやるよ、ほら。なんで容疑者やねん、なんかした俺。あ、トイレさん、あ、そういうことか。なるほどね。これやばい。やばい、これワンチャン釣られる可能性ある。待って待って、危ない危ない。やっぶねー、マジ。お、マジかよ、お前トイレ行ったらバレんのか、これまずいな。いや、まずいけど、ここで慌ててトイレから逃げるようでは、まだインポスターのね、資質が足りない。3人もインポスターがいるんだから大丈夫だよ。また俺は安心安全にこのトイレの中にこもっておけばいいので、下にないよね。消えてるよね。じゃ、しっかりここで俺はサボタージュを繰り広げていくと。思ったけどサボタージュ全部使われてたので何もすることがない。というわけでまずこのトイレの中でしっかりと、待っておきましょう。まあどっちみちキルクルタイムで釣ることもないのと、あとまあ今インポスター3人もいるから俺がするってことは別に特にないので、まあ暇だから、そうだね、トイレに関する思い出でも話そっかな。小学生の頃さ、俺めっちゃわんぱく小僧で、あの昼休みとかさ、昼休みにドッジボールやってて、でなんか友達とさ、ドッジボールする前にこう給食のカレー食うのよ。カレーめっちゃ食べて、でお腹の中はもう食べ物でパンパン、食べ物でもうこれ以上無理ですって時に来るから、でそのパンパンの状態でトイレ、もう誰も話聞かんやん。死人は誰もおらずと。会議の続きしたい。しなくていいよ、やめてよ、やめて。ちょっと俺責められたら怖いから。で、トイレにこもってることのメリットのもう一つは、まあ、こんな感じで議論してても、俺トイレにずっといるから議論することないんだよね。全然疑われないし、逆に証言も特にない。トイレにいましたって言うだけだから。っていう風に議論が苦手な人でもトイレにこもっておけば、全然余裕でね、議論も突破できちゃうと。何か言われたら、トイレにいましたって言えばいいだけだから。まあ、あるいは何も言わなくても別にいいと思うんだよね。俺がトイレにこもっている限りは疑いは全くかけられないし、まあ、それもそのはずで疑いようがない。誰もわからない。俺が何をしているか誰もわからないんですよ。うわ、なんという姑息な作戦。ちょ、我ながらこれ卑怯だと思うわ、正味。正味ちょっとこれは卑怯度が高いと思うわ。うん。じゃあ早速トイレこもってきますね。じゃあ今日は左から2番目のトイレ、こちらに行きましょう。ということでこの辺でサボタージュさせていただきたいがもう全部使われていて暇と。まあ、一見これ何もしてないようにも見えるんですけど、何もしてないわけではなくて、ちゃんとこれ待機してるのよ、これちゃんと。どうした？さっきのやつ。エマージェンシーミーティング、どうした？黄色か。なんだよ、ただキルクールタイムを稼ぐためだけの緊急会議か。甘いな、そんなもんじゃ俺は釣れないよっと。じっくり黙っておけばいい。まあそもそもよく考えてみてほしいんだけど、こんな15人もいてみんなでまともに議論できるわけない。だってみんなさ、ちょっとさ考えてほしいんよ。友達5人とか6人でさ、なんか旅行とかについて話すときも話まとまらんやん。なのにさ、会ったこともない、しかも面と向かって喋れない、チャットしかできない15人がまともに議論できるわけないんよ。だから議論しないでも勝てる方法をこうやって開発していってみんなに伝授していきたい。俺はスキップ押すぞ。え、ちょっと待って待って、やばいじゃん、黄色が殺されてると思ったそこのあなた、全然やばくないんですよね、これが。まあ、トイレ巣ごもり作戦のいいところはですね、誰がどんだけ殺されてもあんま関係ないということなんですね。まあ、でもずっとトイレばっかいるのも良くないんだと思うので、しっかりサボタージュをしていきましょう。はい、妨害されました。みんなが向こうに行っているであろう時に、俺も一応こっちに一緒に行く。ちょっとこれやってるふりをして俺はサボっておく。ちょ、あ、待って待って待って。あ、すいません。シンプル間違えました。あれ？全然いなくない？みんな。思ったんですけど。他のメンバーどこ行ったの？みんな何してんの？え？みんな何しとると？ほんまに。おい、わからんとよ。そして君は何釣ったとと？君。どうしたと？殺していいと？いただきます！なんかマジで俺さ、ずっとトイレにいる人みたいになって。結構やばいよね、これ。味方だとしてもお前何やってんのって話だよね。こんなトイレばっかりいて。一旦ちょっとここ封鎖しとこう。封鎖しといて、トイレに見ましょう。やっぱ安心するんだよね、トイレにいるとね。やっぱトイレは安心するわ。それが何より素晴らしいことですね、やっぱね。安心が得れる。これはやっぱでかいよ。トイレ民にとって。トイレ民ってなんだ？さあ、もう一回キルできるようになったので、サボタージュを決め込んでいきたいとした。お、誰だ？バレた？もしかして。バレた？バレた？3人死んでる。やるねえ、あいつ。2人やってる。結構やるな、こいつな。ちょっと人狼同士でこれ通話したいな。お前、なかなかやりよるな、とか言いたいんだけどな。バナナがエンジンで固まってるとこでやられた。はいはいはい。バナナって俺が殺したやつかな、もしかして。こいつか。俺が殺したやつね。はいはいはい。緑が怪しい。緑って？俺たちじゃないやつ。俺たちじゃない。
さあさあ仲間割れしてけ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 いいねいいねドアを先に開けたのはあなたですよ。何かおかしいこと言ってますか僕みたいなこと言ってますが、じゃあ緑と水色がこのように口論してる間に俺はタラ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 と僕トイレにいましたって言っときますね。いやいい作戦だな、マジトイレにいましたって言えば何でも済むんだもんな、最高だな。よし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 、思い通りすぎる展開、おいしいぞこれ。きた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 、これがトイレの力ですよ。そして勝利最初のうちはトイレにこもっておいて、トイレに入ってくるユーザーをしっかり食べていくという作戦で安全にね勝利することができるというわけなんですよね。はい、ということでね、皆さんもねぜひねトイレを中心としたアマンガスライフやってみてはいかがでしょうか今週もありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録よろしくね。動画の他にもツイッターもやってるから、ツイッターの方でも仲良くしてください。それじゃあまたね。